はい、じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。朝からもうちょっと飲んどったら、はい、リュウチとミッチ久々だな、この10年メンバーばっかり。でも10年いましたか。違う違う、また始まった。また始まったら8人くらいだけど、でも自分さって言うじゃん、俺より会ったからね。そんな昔の偉い時知らないから。お前知ってるんですか。はい、そういうことでしょ。いやいや、多分全然知らせて、僕より3年くらい。安井とかかぶってない。かぶってますよ。いや、かぶってるのは〇〇の関係じゃねえ。3年も。乗り換え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日、大阪で。7月17日日曜日、名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひ、ご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。たまたまセブンイレブンであって、地元の寺道、じゃあ俺もさ、仕事したいんだけどさ、じゃあ前のとこ入れんのみたいな感じで、で、何でそうやって行ったの。俺のことしとったの。そうです、僕はでもともと健太君のところで、あの、この時はみんなに時にいましたからね。ああ、そうか、アルバイトに。ってことは、俺のことを尊敬しとったわけ。あの社長だったら、ちゃんとしようなって思ったんじゃない。あ、僕もそんなことない。ご興味あいご興味あいいやっないで、こいつらで働いとったもんね。あ、それだったら僕全然やれるなって。まあ友達をしちゃったことですね。だから面白い。だからありがとうございます。どうしてさ、収録しちゃうこのずーっとこれぐらい楽しかったな。最初は東京から東京からね。だって僕なんか全然知らなくて、なんかそれはで、翔くんはなんかすごいなんかあるじゃないですか。僕もなってこう投げとったら翔くんと電話しとったじゃないですか。もう僕無理ですよね、足場なんて言ってないで。お兄ちゃん的存在じゃないですか、翔くんって。なのでなんかこう足場に嫌なことがあると、で、トシ君の口だろうですね。そうっすね、で、トシ君の口な、全部トシ君の口。なんで何、さっき言った話をちょっと聞きたいわ。だから何歳からですね。もともと何歳から先輩後輩。僕が中学校3年生の時に、リュウジ君の弟が僕の2個下なんですよ。で、リュウジ君1個目で、まあ全然知らなくて、で、3年生の時に、なんか、まあ、1年ですね、で、まあ、横着員の子が違おって、リュウジ君の弟だったんで、その子も、社員と暴走族みたいなもんで、なんかナンパつけてたから、パフパフーみたいな。まあ、そんな感じで仲良くなって、で、ああいう遊びに行こうぜってなったら、なんかもう、本当に、リュウジ君が、家でこの、サイコロ振って、チンチロやってた。マジでマジやってるやん。いや、これマジで。マジで。マジで。ダメでしょ。で、で、あとの、めっちゃギャローだったんだよ。リュウジか。めっちゃギャロー、ほんとキモいんだよ。だって僕のしか。鼻のピアスが上げて。僕もだって15、14みたいな感じだった。ギャローブームっていうか、なんていうか。すごい、あったじゃないですか。でもその前からちょっと知っとったんですよ、僕は。大学の単車貸してるんですよ。その辺でギャローが乗っとるんです、大体。僕ら自転車で、ね、この指輪とかゲームセンターに行くとかで、乗っこいで。大体5時ぐらいだと、パーッパーッギャローの出る子供が、なんか単車乗っとるんですよ。で、まあそこで結局僕らも知り合うようになって、で、まあ一緒に遊ぶようになって。でも、本当にそれこそ、18とか19ぐらいですよね。で、リュウジ君の成人式とか僕らも乱入してきて。女の子のナンパしてみて、久しぶりじゃんってなってて、え、誰お前って、じゃあ鈴木だってって、4組の鈴木とか言って、お前知らんとか言って、言われたりとかしながら、なんかみんなで遊んどって、で、リュウジ君ももっとデブだったんですよ、昔。あ、ほんと？もっとほんとの、ブッチャーみたいな。そうですね、あ、昔はもう筋肉なんかただ太ってたから、なんかもう、あれですよね、ドラゴンクエスト行ったらな、ゴールデンスライムみたいな感じでしたね。わかりにくいかと一緒で、僕が最初に入って、ヨラーで、結局リュウジ君が、でもそんな仕事してなかったんですよ。ずっと仕事してなくて、で、ずっとなんか僕が言われてて、なんかその
でお前のも会社入れだけど、僕も仕事できない、誰も仕事できないし、本当にもう足場かけに行ったら2日間とかかけてたんですよ。そんな状況で僕がなんか社長に会って、社長って僕の先輩が入りたいって言ってるんですよって言えんじゃないですか。いいのかって言うのかってで、なんかもうちょっとあのマサル君が入ってきたんですよ。三重のマサル君が入ってきて、みんながバリバリやるようになってから、なんかもう全然もう違うじゃん、2人で1軒とか回るようになって、全然変わってから、そのリュウジ君を、なんかちょうど1年後ぐらいですよ、僕が入って。マモちゃん治ったー。そう。で、あの人のおかげって言ったらおかげですよ。あれだから、マモちゃん原点だよな。原点ですね。あの同期店とね、すごい多分。そうだよな。今この YouTube どうだろうな。いけるんじゃないかな。あの人は原点で本当に変わって、なんかもう足場半島めっちゃ改良されたじゃないですか。僕らは3人で2日でかけなのに、なんだかんだ言ったら6リンクですよ。1軒6リンクなのに、ずっと安心とか。そうですね、足場半島。そうか、懐かしいな。それこそ最初の方なんて僕らは飛んどったけど、この人たちが絶対、この人は絶対いました。もう絶対にもう真面目に仕事してる。ミュージアム真面目に真面目に続いてる。いや、俺も最初の頃結構現場やったもん。はい。こいつ動かんの？動かん。俺全員が作るんだ。動かん。本当動かん。動けーよ、今。大丈夫だ。大丈夫だ。やり方があるんだ。簡単としろ。簡単としろって。そうそうそう。懐かしいなぁ、10年前だよなぁ。そうですね。もう10年以上か。11年ですね、もう11年か。そう考えろ、お前ら先生じゃん。平口が社長やっとんだもんな。そうだよ、いい。あ、その、はい、喧嘩した時は、喧嘩の時は何歳だった？23、24ぐらい。3年後、4年後ぐらい。僕頭でやるようになってから、次はもう、僕が組んだ工程はめちゃくちゃだったの。その現場を見ずに、その平米数だけしか使ってない。その昔の工程表って平米数だけしか持ってないじゃないですか。だから僕は気に入らんから、なんか、じゃあ何で買っていけば俺が決めたんだよ。人の力が使い方な。そう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 。要はでもそこでぶつからなかった。いや、でぶつかって喧嘩しますよ、現場で。夜の8時ぐらいにアパートで、まだ組み終わらなかったの。てめえらね、やったんだよ、ペタンと年を言ってました。いや、リュウジ君に呼ばれたんで、てめえら今やったけど待っとけよって、バーって、カンタがちょっと力殴ったら、殴ったら覚えてるんですよ。そしたらリュウジ君が出てきて、何てめえやっとんだって。俺が呼んだ、俺がやっとんだって、呼んだんだらいいがやって。で、なんかそこで話し合って、だけどそっからまだここも取れんくてね、なかなか。ギクシャってして、なかなかここで話し合ったんですけど、まあ、だったらお前俺に相談してこいよって感じだったの。なかなか僕も相談できんもんね、そこでギクシャって。それが何日からギクシャって。いや、ずっとギクシャってしてました。ほんと3ヶ月ですよね、多分。で、ほんと一言も口喋らずに、で、社長に呼ばれて、ほんと泣いて僕はなんか言わないと、多分言わなかったです、その時は。でも社長は別にいたいじゃん、リュウジも頑張ったらリュウジもやろうってみたいな。あー、いいっすねみたいな。そうだよ、社長別になんか、じゃあいいよ、やろう、ナイスやろう、ナイスやろうってみたいな。だけどここのキキシャキしてるとかしてるみたいな。あー、そういうことだ。だけどなんか僕はなんかもう、そこでもいや、ちょっとあの人ちょっと今ちょっと無理だって言うと言えんじゃないか。あー、いいっす、言えましょうよみたいな。で、まあ、お互いこう喋るじゃないですか、社長と二人でもこう喋るじゃないですか。でもなんかこう酒飲んでくるにつれて、この聞いたって言ってくれて、最近仕事があったって、多分そうじゃないですか。僕はなんかバーッ言えながらな、ね、そしたら最後こいつが俺に頑張ってるじゃーん。社長、言い合ってないっす。僕が泣いて大人に。そっから仲直りした。そっから仲直りして、なんかその結構問題があったりとかしても、なんか結構なんか自分からもあいつちょっとやめそうだぞとか、なんか言うようになったんで、あ、こいつ分かってるね。でも本当大変だったよな。ゼロから足場を作っていったからと。なんでよ。間違いです。しかも、でもましてや、一人もやったことないやつらさ。からスタートだよな。マイナスからスタートだよな。またこの10年でどうなっていくかやな。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。
ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。今は仲いいの？いや、昔は仲いいですよ。まあでもそれいいことやな。使わなかったら多分今がないと思う。その家とか。あ、そうだった。はい。あと7月の末日。31。お前行ってバーンと来る。これない。ブルーコンペ。これ本当に楽しい。ぜひ参加のよろしくお願いします。お願いします。せーの。Yeah.